日本兵庫県神戸市中央区江戸町江戸町は、兵庫県神戸市中央区の町名。郵便番号650-0033。住民基本台帳に基づく2014年10月31日。現在の人口は168人。面積は0 0 2 3 7 2 9 3 6平方キロメートル。旧居留地の東から3番目の筋にあたる。 商業地域で事務所ビルが立ち並ぶ。東は伊東町、南は海岸通り、西は京町、北は三宮町。町目には分かれず、居打地時代からの地盤を他の町々と共用する。元は神戸外国人居打地内の東西五本南北八本。あった道路の内東から三番目の幅8.1メートル。 長さ397.2メートルの道路に1872年に付けられた名前。由来は江戸からで他の道と同じく著名な地名から付けられた。これが正式な町名となったのは1899年に居留地が変換された時である。1901年から1918年までペルー領事館設置。1914年から1918年まで デンマーク領事館設置1929年に再開設1925年、針間町から外人商業会議所が移転1927年、神戸大阪外国人商業会議所と改称。1929年、海岸通り一丁目に新築した神戸商工会議所内に移転1933年、スウェーデン領事館が前町から移転 あと、慶長へ移転。1934年、前町、中町、北町、裏町の各一部を編入。1965年、第1回神戸市建築文化賞準賞を受賞する、栄ビルが観光。市庁舎第3庁舎として使われる。総数、個数、または、世帯数、人口、角川日本地名大辞典によれば、市会議事堂。 市民性協会館、リクルート、神戸ビル、兵庫クレジットビル、ストロングビル、江戸ビル、神戸銀行協会、高砂ビル、三共政協スカイビル、日本銀行神戸支店があるという、ありがとうございます。